尊寺月見坂の中ほどにある東蒙古台。そこには平安時代を代表する歌人西行法師の歌碑があります。聞きもせず束稲山の桜花、吉野の他にかかるべしとは。西行が初めて平泉を訪れたのは20代後半、元平の時代と言われています。当時の束稲山は1万本の桜で覆われていたといい、桜を愛した西行は奈良の桜の名所吉野山に勝るとも劣らない光景に感動したに違いありません。現在当時の桜は残っていませんが、西行桜の森にはたくさんの桜が植えられ、春になると満開の桜を見ることができます。松尾芭蕉、言わずと知れた日本を代表する俳人で、平泉でも名句を残しています。夏草や強者どもが夢の後、奥の細道の旅で平泉を目指した松尾芭蕉。義経最後の地高立の丘を訪れた芭蕉は、眼前に広がる絶景に義経主従と王子の平泉の姿を思い、しばらく涙したと綴っています。平泉にはたくさんの文人が訪れ、さまざまな作品を残しています。それらは石碑として平泉の各所に記されています。さまざまな感性で切り取られた平泉を探してみてはいかがでしょうか。